どうぞステージにお願いしますようこそお越しくださいましたよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しますえー、ではですねどうぞおかけいただきましていろいろとお話の方を伺ってまいりたいと思いますはいさあ え辻さんはですね今3、3名のお子さんがいらっしゃる、はい、ということですが、はい、お子さん中心にインターネットをどんなふうに使っているのかなといった点をまずは伺いたいと思うんですが、はい、どんな状況ですかそうですすかそうねやっぱり今、の今一番上の子が小学校2年生で、はい、あの携帯を最近やっぱずっといじったりとかするようになってきたので <laughs> ご自分の端末は持ってるんですかああと私の携帯をお母さんの、はい、使いながら使っで。うん いろいろこう操作したりとかしてますね。うん。まあどういった感じで操作はスイスイ行われてますか？もう本当大人以上に持てキパキこうささささってやったりとか、それこそ本当ネットでこういろいろ調べたりとか、うんうん、もう何でもできちゃってると思います。<laughs> ね、ちっちゃなお子さんでも操作覚えるの早いですもんね。いや教えてないのにもう大人がやってるのを真似して一回やってみるともう。 全部できちゃっててスマートフォンはもうどうやら使いこなしているようですがタブレットはどうですかタブレットもやってますね、そ、うん、それこ本当見たい動画とかあると結構、自分で検索して、うん、もう文字がやっぱりもう打てるようになったりするとできちゃいますねうんあの古谷さん、タブレットって最近学校でも取り入れられつつあると思うんですが、まあ、こういった点はどうなんでしょうか。 そうですねあのタブレットは結構その、まあ、私の子供も小学生いるんですけれども学校で活用してますんで、うん、まあ夏休みの宿題をこう調べるときとかに、うん、まかなり活用してますんで、うん、あのでいい、ねうん、今、上のお子さんはまあまあスマホの方はもう完全に、ね、使いこなしていらっしゃるようですが下の子も今、真ん中の子が4歳、うん、今年5歳になる年なんですけど。はい 一番もうこうゲームが大好きな年なので、ずっとゲームしたりとかしてますね。それこそ最近こうひらがなに興味を持ったりするので、はいろいろこう文字を押してみたりとかしてます。<laughs> じゃあ例えば下のお子さんが辻さんやご主人のまあスマホ使ってゲームをしているときには、はい、まあ辻さんですとかご主人ですとか誰か大人が周りで見守っているような状態ですか？いや。 あの何もすることがないときは結構近くにいるんですけど、うんはい、でもやっぱりあのやってる静かなうちに何かしなきゃっていうのがあるのでどっちかって言ったら離れてることのが多いですねまうそらくゲームやってるだろうなという感じです,かそうですね、何、はい、となか目の視野には入ってるんですけど何をやってるっていうところまでは見える距離にはいないですね。うん <laughs> <laughs> まあ、インターネットってとってもま便利だし面白いものだと思うんですがその反面危険な部分というのもたくさんはらんでると思うんですがまあセキュリティに関してはどんな対策をとってますかセキュリティも子供がこう勝手に使えないようにって言ったの iPhone だったらこう 番号相性番号を登録してるんですけど教えてるわけじゃないんですけど子供ってやっぱり頭もいいのでちょっと指の動きで全部覚えちゃうんですよねなんとなくこうしてるのかなっていうので何回かやってみると当たっちゃって自分で開けちゃうっていう感じですねでもねお子さんってよく見てますからねではインターネットを使用する上でフィルタリングというのは行ってらっしゃいますか フィルタリング。あ、ちょっと、はい、ご存知。え、では、古谷さん、ちょっとフィルタリングのご説明をお願いします。すね、フィルタリングというのは。まあ、お子様の、あの、年齢に合わせて、こう、どういったコンテンツを見ていいよとか。こういうのはダメだよっていうの、まあ、自動で設定してくれるような形で。あの、親として、あまり言ってほしくないようなところ。は、あの、勝手に、まあ、防いでくれるソフトですね。なるほど。はい。それはぜひ、使っていただきたいと思いますね。大人の方が使う携帯で、普通に。 できるんです。そうですね。携帯,携帯であったりとか、まあ、パソコンだったりとか。ええ。ぜひね、あのお子さんのために設定の方。そうですね。それやっといたらやっぱり安心ですよね。はい、そうですよね。全然違いますね。うん、まあ勝手にね暗証番号を開けてスマートフォン使っていてもちょっと安心できる部分も。安心情報ですね。<笑><笑>すごく広がると思います。